はいどうもこんにちは。オーケストラの指揮してます。平林亮と言います。今日はですね、努力は報われるのかという題で唐突に話をいつも通り始めたいと思います。はい。あの、努力が報われるのかどうかって、まあ私もまあ考えたときはというか思,思ったときはありましたけども、例えばね、ある特定の目的、まあ試験でもオーディションでも、うん、何でもいいんだけど、に向けてそれ専用のことをやってて、でも結局、 まあそれがうまくいかなかったっていう時にまあした努力が無駄だったのかどうかっていうことなんですけどこれはねあの若い人たちに朗報というかあ今だから安心して自信持って言えるんですけど努力はねやっぱりあの直接自分が思ってた通りの効果が出るかどうかっていうと短期的に報われないこともあるんですけど努力は結局ね身を助くっていうのはまあ事実ですね完全なねで最悪 あの、なんだっけ、福沢よけちゃうっけ、オランダ語勉強したけど、英語に変わっちゃったっていうね、重要が。でも、オランダ語一生懸命やったから、英語が半年で習得できたとかいうエピソードありますけど、まあ、そんなもんでね、一つのことを集中して取り組んだっていうことは、まあ、他のことにもまあ応用が効く部分が多いのよね。うん。物事をなんか、論理的に考える力とかね、なんか調べて、えー 情報をまとめる力とかね、うん、持ちこたえる力とかあの、多分野に応用できることが多いんで、あのその意味ではまあ無駄なことはないって言ってもね、あのいいと思います。はい,っていうのは、えーと、逆に言うとですね、今の自分を助けているものっていうのは、えー、一生懸命努力したこと以外ないですね。うん でね、やっぱり中途半端なことっていうのは中途半端にしか残ってないんで、えー、心を傾けて、えー、まあ全身全霊かけて取り組んだことっていうことだけは残ってるわけよねうん時間経ってもそれは残ってるわけ何かに打ち込んだ逆に言うと半端なことはあんまり蓄積としては、えー、使える形で残ってなかったりするからうん日々日々 自分の人生を、自分の時間をうー生きる。一生懸命生かして生きる。っていうことに尽きるのかなって思うのよね。でね、あの、努力してると、それって何て言うか、風貌というか、風格というか、雰囲気というか、性格というか、喋り方というか、話し方というか、コミュニケーション取り方というか、まあ、なんか、あの、感じ取るものなんですよ。うん。みんながみんな正確に感じ取ってくれるわけではないけど、 なんとなくあの人ああいう感じだよねっていうのがまあにじみ出ちゃうってところもありましてね特に日本人はあうんの呼吸だとか空気を読むとかいうそのところがありますんで雰囲気で相手を察しようとするっていうかね逆に言うと雰囲気で判断されるっていうことでもあるうんなんであの何かに流されることなく うん、あのー、頑張って打ち込むといいよって思いますね。うん。それは本当に思う。僕が頑張って打ち込んだことって、例えば音楽関連のことね。ある時期ピアノ弾いたとか、ある時期音楽のことを、まあ今も考えてるね、音楽のことは。ある時期指揮法を一生懸命研究したとかね。ある時期、いろんなどんな曲があるんだろう、どんな作曲がいるんだろうっていうところがゼロから覚えたとかね。うん。例えば、えー、高校1年生になったぐらいの私は、ベルリオーズ 何リハルト・シュトラウスって何マーラーって何だろうみたいな感じだったわけです高校年生になったぐらいの僕はね、うん、そっから勉強していったわけでね、えー、その時はフルズ・ベングラーもトスカリニにーもテレビだっけもう大して知らなかったわけです、うん、でまあ語学もねあのやらないといけない、あのー、であの巻き直さなくちゃいけないんだけど今日現在も毎日語学やらないとと思ってるんですけど でも、どっかでその、まとまった時間、え、挑戦したというか、うん、打ち込んだ、打ち込んで学んだ時期があったので、あの、巻き返しも効くというか、今からやって思い出していけばね、まあ、なんとかなると思うんですね。うん。で、あの、英語以外の語学も勉強する必要が、指揮者とかありますので、それもまあ、 初級レベルまでせぜ持ってったのはドイツ語くらいなんだけど、まあイタリア語フランス語、うん、まあ文字が違うんで大変だと思いますが、キリルの文字のロシア語あたりもですね、そのまあ、いくつかの外国語を、えー、ちょっとでも学んだという経験が少しはあるので、今が取り掛かるとすれば、なんとなく容量がわかるでしょうね。うん、これもあの中途半端ではなく本気で取り組まないとと思、おも やってやった時期があるからこそ巻き直しが効くというかね、うん、なんであの長期的に見て努力は報われないっていうことはあの論理的にもないです何かを打ち込むってことは一生懸命そのことを考える一生懸命そのことにエネルギーを費やす頭を使うあの忍耐力根性を持ってその物事に当たるっていうことなんで直接その分野の、うん、技術が生きなかったりとかいうことあっても ですねさっきの福沢諭吉だったかと思うんですけどの例にもありましたように蘭学って言ってそのオランダからの学問を学ぶために学ん,学んだオランダ語を生きてなかった生きなかったってもう時代は英語に変わってたって言ってもね、まあ、オランダ語と英語って共通する部分もあるんであの 習得てしてそんなもんでしてね得てしてそんなもんなんであの本当に実感として努力は裏切ることはないと思いますねむしろ努力したこと以外には残んないんだよねだから今思うのは例えばいろんな雑事だとかもしくはですねついモチベーションが上がらないつい怠けてしまうとかねつい例えばじゃあ、うん、家族のことに時間を取られるとかいろんな事情でその人間の人生っていうのは いいろろ切り取られていってっしまうんですよねそれはその半ば必然的に絶対必要な時間っていうのはあると思うんですあの。自分のことだけやれるわけじゃないですよね。関わる人間がいるんで。なんだけどだから絶対にその人に捧げなくてはいけない時間とかは、まあ、当たり前のこととしてあのそれは当然し、まあ、仕方ないというか当然持ってかれる時間なんだけどそれ以外にもなんか友人の誘いなんとなく乗ったりとかねなんとなく。 怠ける何となく遊んじゃうとかいろいろあるわけですよ。なんだけどいかにやっぱりそれを少なくしてねその日々あの努力していくことが大事かっていうのはあの通説に感じるね通説に感じるっていうのは僕もその、何年か前の全くその先が見えない式やるにしても本当にやり方が分かんないというか本当にどうしたらいいんだろうみたいな。 時の方がやっぱ必死こいてるからあの今日現在よりも目の前の前こことに必死いだからそういう、えー、ハングリー精神とも違うのかな何かにこの食らいつくとか目の前の何とかある時間とか今日一日を無駄にしないっていう感覚をですね研ぎ澄ましていかないといけないなっていうのはこれは次回まさしく言葉の通り次回っていうかね反省を込めて。 まあ思うわけです本当に本腰入れて、えー、取り掛かったことだけはねあの今の自分にプラスに生きてると思うというかね今の自分の武器になっていると思うってまあみんなそんなもんだと思いますね。うん、なので、えー、これはまあ自分に厳しくするっていうことでもあるしね。あの 一生懸命目の前のの前ことをやるっていうのは、自分に厳しくっていうことでもあるし変にその中途半端な意味で他人に時間を持ってかれないっていうかね、うん、さっきも言ったようにその絶対にそのじゃあ家族のためにとか友人のためにっていう時間も必要だと思うんですけどそうじゃなくてなんとなく飲み会に誘われるとかねなんとなくっていうのはそれはあのたまにはそういう人生のゆとりとか余暇とかね それで心のバランスを取るっていうところは人間にはあるんで、全員否定するわけじゃないんだけど、やっぱり基本軸を、基本軸をこれから長い人生、何らかしらその自分の人生のテーマとなるものを追いかけていこう、積み上げていこうっていう姿勢は常に大事で、常に協楽的ってのはあんま良くない、ないっていうか、結局何もない,ないっていうか、その積み重ねがあんまりないまま行くんだと思うんだよね。うん。 そう、まあ、なのでねさっきからまあ自分に言い聞かせてるわけではあるんですけど、うん、不器用でもいいからあのやっといて損はないね何かに真面目に取り組んどいて損はない仮、うん、にそれが、まあえー、場合によってはね人にバカにされたり揶揄されたり理解されなかったりということもあるかと思うんですけれども、えー、みんなが努力してない時に努力するっていうことも非常に大事だし えーまあ、人知れず努力するっていうことも大事だし、えー、自分を甘やかさずにというかねこのなんていうか与えられた時間を最大限生かそうとする姿勢も大事だし、うん、結局努力しか身を助けないんじゃないかなというような気もするよね、うん、そう思うな、うん、いやそう思うよ なのでね、若い方にとっては朗報でね、例えばこの大学受験に必要だと思ってこの教科を勉強したのに、結局自分が行った大学はその第二志望でこの教科は必要なかったとかね、ああ、なんか自分は知ら,知らんけど世界史か日本史必要なかったかなとか、なんかそういう、そういうことってあるじゃない、人間ね。この、これ一生懸命やったのに生きなかったそういう問題じゃないんだね、結局そういうのはね、 生きてくる後々ね、うん、その今一つの例として言ってるんですけど、まあ、試験で測れる能力とかっていうのはあくまでその、うん、それが本番の入試だったとしても人生長い目で見たらそれは模擬試験みたいなもんで実践の場っていうのはね例えば、えー、なんかいろんなことを知ってるというかあ教養深い人だなと思われて。 なんか仕事がああのうまくいったりとか人,人が評価されたりとか何がどうなるか分かんないんでねだから真面目に取り組むこと大事うん不器用でもいいからそれが結局得することになるっていうのは真実だと思います,思いますねえっ、ー、とサミュエル・スマイルズっていう人がね「努力論」っていうのを書きましたけどあの本当そういう方向性で生きて損はありませんということまあ若い人に朗報ということでね そんな話、ご視聴ありがとうございました。失礼します。